ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは主に丸くを買いたい、丸くを買ってみたけど困ってるという人のお悩みを解決する動画を投稿しています。毎週水曜日と日曜日の19時に視聴者の皆様に有益な情報をお届けいたしますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。僕たち丸くうらてみるの可愛い姿などはショート動画などでアップしていますので、よかったらそちらも覗いてみてくださいね。ということで今回の本題に入っていきましょう。マルプーはその愛くるしい外見と賢さで多くの愛犬家から注目される犬種です。そしてマルプーは単に可愛らしいだけでなく驚くほどの知能を持ち合わせていることが知られています。ということで今回はマルプーの知能レベルを人間の年齢に例えて解説し、どれだけ賢いのかを深掘りします。またマルプーをうまくしつけるためのポイントもご紹介しますので、マルプーとの生活を検討している方やすでに飼っている方もぜひ参考にしてくださいね。マルプーの知能レベルは人間でいうと2歳から3歳。マルプーはプードルの血を引く賢い犬種です。北欧ではプードルのように賢いということわざもあるほど、その知能の高さが認められているのです。プードルは盲導犬や長シルベ犬、セラピードッグ、サーカスなど様々な分野で活躍しています。これらの活動では複数のコマンドや複雑な技を習得し披露する才能が求められます。そのためしつけも他の犬種と比べて容易で、無駄吠えも少なく社交性も高いのが特徴です。犬の知能は人間でいうと2歳から3歳程度とされており、約150から200語の人間の言葉を覚えて理解することができます。これにより犬は人間の言葉や気持ちを理解し指示に応じることが可能です。知能の高い犬種として知られるボーダーコリーやプードル、シェパードなどはさらに多くの言葉を理解する能力があると言われています。マルプーもこのような高い知能を持つ犬種であり、愛らしい外見だけでなくその賢さにも注目が集まっています。飼い主の言葉を理解ししつけやコマンドの習得にも優れているため、家族として迎えるには最適な犬種と言えるでしょう。マルプーは指差しコミュニケーションができる。マルプーは人が指差しした方向に反応する能力を持つ犬種です。この能力はアメリカの大学の研究により明らかにされており、チンパンジーでさえできないこととして注目されています。人が指差す先に何か良いことがあるかもしれないと考える犬は、隠れたおもちゃなどを指差しで教えれば反応します。これは犬固有の高いコミュニケーション能力の一例と言えるでしょう。犬の知能が2歳児程度と言われるのはこのような認識能力に基づいていますが、それだけでは説明しきれない優れた能力も持っています。特にマルプーは賢くて学習能力も高いため、指差しコミュニケーションを通じて飼い主との絆を深めることができるでしょう。愛犬との理解を深め、より良いコミュニケーションを重ねていくことが大切ですね。賢いマルプーのしつけのコツ。マルプーのしつけのコツは賢さとやる気を上手に引き出すことにあります。以下でマルプーのしつけのコツを詳しく解説していきます。飼い主としてのリーダーシップを確立する。飼い主がリーダーとしての立場を明確にすることでマルプーは安心して従うことができます。これには毎日のスキンシップで信頼関係を築き、良い行動を褒めて積極的に肯定することが大切です。一方で誤った行動には毅然とした態度で対処し、一貫性を持って接することが重要です。このバランスが愛犬に安心感と適切な指導を与えることにつながります。一貫したコマンドを用いる。マルプーにコマンドを教える際は簡潔で分かりやすい言葉を選びます。例えば待て、座れ、伏せなどの基本的な命令は犬が理解しやすく覚えやすい言葉で統一することが肝心です。異なる言葉で同じ行動を要求すると混乱を招くため、家族全員が同じ言葉を使うように心がけましょう。運動と遊びを通じたストレス発散。マルプーは活動的な犬種であり十分な運動が必要です。毎日の散歩や家での遊びを通じて運動欲を満たしましょう。運動不足はストレスや問題行動の原因となります。
付けに有効であり、楽しみながらコマンドを教えることができます。賢いマルプーのしつけは簡単。マルプーのしつけはその賢さから一見簡単のように思われがちですが、実際には飼い主さんのしっかりとした取り組みが求められます。マルプーは知的好奇心が旺盛で記憶力も高く、教えたことを素早く覚える能力を持っています。このため基本的なコマンドやルールを効率よく教えることが可能です。しかしその賢さが逆にずる賢さにつながることもあります。つまりマルプーは飼い主さんの行動や反応を見て自分に有利な行動を学んでしまう可能性があるのです。そのため一貫性のあるしつけとわがままな行動を許さないように注意することが重要です。またマルプーは甘えん坊で愛情深い性格をしているため、飼い主さんからの愛情を感じられないと拗ねたりストレスから問題行動を引き起こすことがあります。愛情を持って接し適切なしつけを行うことがマルプーとの健やかな関係を築く鍵となります。飼い主さんが正しいしつけの方法を学び、マルプーの特性を理解し生かしながら愛情豊かに接することでマルプーとの充実した生活を送ることができるでしょう。賢いマルプーのしつけは適切な知識と愛情があれば決して難しいものではありませんよ。以上でマルプーの知能レベルを人間の年齢に例えて解説し、どれだけ賢いのかを深掘りしてきました。マルプーの知能はその可愛らしい外見からは想像できないほど高く、人間の2歳から3歳児と同等の能力を持っていると言われています。研究によればマルプーは指差しコミュニケーションを理解し、飼い主の指示や感情を敏感に察知することができます。この知能の高さは適切なしつけによってさらに引き出され、マルプーと飼い主の間で深い絆を築く基盤となります。しかしその賢さが逆に問題行動へとつながることもあるため、飼い主の一貫したしつけと愛情ある接し方が重要です。マルプーは飼い主からの愛情をしっかりと感じ取り、家族の一員として忠実に行動します。賢く学習能力が高いマルプーですが、その知能と感情を理解し適切に対応することでより豊かな共生が実現できるでしょう。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。